呼び鈴が鳴りましたね。皆さんこんにちは。2021年6月20日。今日は日曜日です。2時頃ですかね。午後ですね。さあ、キジトラさんいますでしょうかね。あ、いや、いたいたいた。キジトラさん。キジトラさん、集荷作業が始まり、始業時間開始ですね。今日も順調のようです。よかったよかった。チワ君からのモールス信号ですね。白い大猫さん警報です。白い大猫さんを狙います。ジロー、キジトラさん、花をちょっとね移動しましょう。邪魔でしょうね、狭くて。チワ君からのモールス信号です。白い大猫さん警報ですね。白い大猫さんを睨みます。ジロー。あ、森村氏のですね、違法海賊電波が飛んできましたね。しつこいですね。森村氏の違法電波です。 5G ですね。森村氏の違法電波まだ来ています。チワ君からのモールス信号で白い大猫さん警報ですね。白い大猫さんを狙います。ジローリ。お、森村氏の違法電波ですね。しつこいですね。森村氏の違法 5G ですね。森村氏、今日もしつこいです。どうしたんでしょうかね。森村氏、ブラックアウトにするのかな。街中を千葉県のモールス信号機は戦前の軍からの払い下げ品なんですよね。モールス信号機、また壊れる可能性があります。ちょいと私タバコ吸わせていただきます。すいませんけど、すいませんまた親父ギャグ言っちゃった。あれから謎の三毛猫ちゃん来なくなりましたね。また近所の新しい顔だと思ったんですがね。また来てくれると楽しいのに。三毛猫ちゃん可愛かったですよ。もしかしたら飼い猫さんかもしれないですね。あ、森村氏の違法海賊電波ですね。しつこいなキジトラさんの耳がジャミングされます。妨害されますね。妨害電波ですね。森村氏、何か作戦を考えてるんですかね。千葉君のモールス信号機、戦前のものだからヤバそうですね。千葉君からのモールス信号です。白い大猫さんですね。睨みます。ジロリ。まだ周囲をね警戒していますね。ジロジロギョロギョロ。ん、白いお猫さんかな。ジロリとね、なかなか警戒が取れないようですね。キジトラさん、一皿目完食ですね。ちょっとかゆいんですかね。控えてますけどね。どうかなって感じ。モンプチですね。最初の一皿目です。2杯目のモンプチが出てきますね。こんな感じですね。2杯目のおかわりになりました。チワ君からモールス信号ですね。白い大猫さん、しつこいですね。白い大猫さんを狙います。ギョロリッチー。長いですね。キジトラさん、まだ睨んでいます。ギョロ。やたらと警戒しますね。ジーッジーッとね。チワ君からのモールス信号で白い大猫さん警報が入ってきました。白い大猫さんを狙います。しつこいですね。ジーいかないようですね。ちょっとキョロキョロしちゃいましたね。舌を舐めながら2皿目も食べたようです。
つかないのか、またね、ひっかいています。尾っぽがね、ピーンと立ってですね。お皿が真っ白にね。キジトラさん、完食しました。午後の良い晴れた、あゆらに来ました。皆さん、いつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。皆様とはまた次の動画でお会いいたしましょう。それでは、バイバイでーす。